ミーのゲームをしてる2人、うんうん、ああ合言葉なんですか。合言葉は何でもいいですけどね。僕デリお願いしますみたいな、その合言葉、うん、うわー、しかもさ、これうわっ、うわー、ちょっとやばい、早いって、おい、スコさんが、うわ、最悪や、最悪や。1万円分の効果カード、はい、プレゼントしますので、皆さん、やってください。はい、16万円と8万円ですね。はい、そうですね、はい、で、この企画はここまで、はい、ということですね。はい、そしてそしてはい、あれ、はい、そしてはい、もう配信終わってんじゃん。そしてなんや、そしてて、キーワードはい、何でしたっけ、ブクデリお願いします。ということで、今この配信を見てる人でブクデリ欲しい方、ザ・森東にお電話、今からスタートです。どうぞ。ちゃうやん、ちゃうやん、先着1名でございます。先着1名、ブクデリ来てほしいなという方、全国どこでも大丈夫でございます。ぜひともザ・森東へお電話、電話やろ、さあ、もうこういう山さん、音鳴るようにしてます。はい、もう早いから。何人見てんの今これ。上がってるやんけ。もうええって、もうお前ら1万円もらってブクデリの人なんか、お前1万円もらった上に。はい、もしもし、ブクデリです。あ、ブクデリのご注文ですね。場所やばいよ。はい、ちょっとメモですね。ちょっと待って、もうほんまにあれよ、もうやばいとこやったら切ってよ。はい、もう1万もろたんや。じゃあご住所お願いしていいですか。少々お待ちください。はい、すぐに向かわせますので。少々向かわせますぞでやないのよ。はい、はい、よーっと頼むよ、ほんまに。ありがとうございました。店長来るな、はい、注文入りました。はい。ああ、いっぱい買ってくる。ちょっともう、電話、お電話終わりました。はい、もうこれで、終了でございます。もうやめて。さあ、オーダー入りました。じゃあ行きますよ。はい、そこ、それもう関東圏にしてよ、もうそんな。はい、広島県。バカだよ。おい、なんで電話してくんだよ、お前アホちゃん。いやいや、広島県広島市でございます。ブクロさん、いや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 、いけんじゃない、まだどうやろ。いや、だからその交通機関は、お任せします、正直で。ぶっちゃけね、前回はね、横浜の方でついていけたんですけども、我々この後仕事がありまして、明日も仕事があるんです。で、ブクロさんもこっから明日も休みなので、行けるんですよね。だから僕らついていけないんですよね、そのカメラ回すのがついていけないんですよ。ついてたら無理やろ、そんな。ということで、カメラ回してくれる人を、呼んでおります。こちらの、小6です。それでわかる。お前も暇なんだよ。ヒョウロクは何か言って聞かされたの？その聞かされちゃった。お前も嫌やわな。俺めっちゃ嫌です。そりゃそうや。昨日山根さんからなんかその、うん、明日事務所においでって言われて。そんな誘い方あるか、お前。なんか僕も嫌な予感ちょっとヒョウロク申し訳ないねんけど、はい、ちょっとブクデリの様子を、収めてきてほしいのよ。え、ちょっと待って、兵六と二人きりで、うん、そうそう。これはきついって。広島なんてどうやって行くねん。まだ行けるよ、多分その新幹線で行けるけど、もう今日は帰ってこられへんかな、うん。でも、兵六2日間空いてるって言ってたもんな。はい。嫌やろ、もうな。そんな、お前予定あるやろ、だって。なんか二人きりっていうのは、なんかすごくちょっと興味あります。どういうことやねん。怖いのよ、興味ある。そこで手を構えて、そのやめてください、本当に。とりあえずね、注文。モスバーガー。空いてる時間。空いてる時間。モスバーガーが、食べたいらしいので。到着して。やってんのか、はい、やってないやろ、だってもう。だから買っていく方がええかもね、もしかしたら。そんな食いたいか。そんな冷え冷えのモスバーガー。食いたいっつって、ムクデリすぐに一番乗りで、電話しにてくれたんや。今日も断ってええで、ほんま。あ、全然頑張りましょう。なぜやなぜや気が
回持ってきてるよな。あ、持ってきてないですよ。全部協力の、ね、いい宿代とか、そのブクデリでお願いします。何もかかんねこれ。ほんまに。寝たりしたらめっちゃ話しかけや。あ、ありがとうございます。寝かしたりしたら。あ、お前も寝るやん。バイト中に寝るとかありえん。そうです。よくないですね。よくないですよね。広島か。いや、なんやろな。もう絶対動きせえへんわ。もう間に合えへんね。間に合えへん。早行った方がええで。何も間に合わへん。何に対して間に合わへん。もう何か分からへん。何に対して間に合わへん。待ってるから。信用なくなるよ。はい、信用なくなるよ。本当に。怖い。ま、いや、信用もくそもないね。こんなそんなもん。え、なんやねん。はい、今向かってます。つなぎっぱなしかよ。今向かってます。すみません、もうちょっとで。何クレームやん。はい、もうちょっとで着きます。はい、すみません、今向かって頭おかしいな、そんなもん。おい、遅いって。広島から電話してきて、今ここ取れると思ってた。頭おかしいって。早く行って、早く。はい、行って行って。はい。うわー、どうしようか、マジで。はい。自分自身も映りたいやろ、でもそんな。どうしたああ、そんなんもあっていいから、何でもあっていいからな。なんか東ブクロさんのなんか違う一面が、ああ、なんかいろんな一面取ってきて、間に合ってよ今日中に絶対。間に合うよ。当日入ったの。お前間に合わない、やめさすからな。やめさせて。クビにしたいわ。態度悪いわ。どうすんねん。登録よ。じゃあね。楽しんでいきます。頼むよ。すいません、行ってきます。先生。ありがとうございます。なんか食べたいもんあんの？何？向こうで。え？なんか食べたいもんあるの？お好み焼きが食べたいです。じゃあね。ありがとうございます。やばいな、あいつら。楽しみです。楽しみやないよ、これ。相当きついよ、広島は。いや、すごいですね。行きたいところはあるんですか？ないわ。ないですか？すぐ帰るぞ、そんなもん。当たり前やん、もう。そこはでも勝負ですね。何勝負って。僕も行きたい、せっかくなので行きたいところも。いや、じゃあもう広島着いたらもうそれでもう、はい、もうだって今日はもう何も動くことできないんで、とりあえずじゃあ車でモスバーガーを、はい、ありがとうございます。え、今もう浅井はやめたの？あ、はい、やめて今フリーな。今はい、何もしてなくて。おお、相方は今の鹿児島に帰ってですね。おお、今一人で。え、もうピンでやってんの今も。ピンでもやってなくてですね。うん、今なんかアロマオイルのマッサージの練習してて。マッサージをするの評論家なんか、はい、趣味で。趣味で。受ける方やったら分かるで。はい、あ、なんか一回、うん、受けてすごい気持ちよかったので、うん、なんか僕も覚えたいと思ってですね。ちゃえちゃえ。とりあえずモスが、はい、あ、こんな中か。 あ、そうなんです。うわ、時間やばいな。確かに。がお気の上です。ありがとうございました。水玉町のお客様はゲットしましたね。協力はさ、はい、女性が好きでもない。あ、でも、あ、女性も大好きです、うん、男性も好きです。男性も好きですっていう、その、それは、はい、人間的な意味ですか？そういう性的な意味でもある。なんか怖いところはありますね。その、うん、扉が開いてしまいそうでっていうのはちょっとあるかもしれないです。新幹線買ったよ。ありがとうございます。ヒョロク、初じゃない、グリーン、あー大好きです。本当ですか？まあ、それはもう時間かかるし、はい、それはもうな、うん、乗ろ乗ろ、グリーン乗ろ。わーわー、すごい好きです。ありがとうございます。何かグリーン車がもう嬉しくて。テンション上がる。めちゃめちゃ嬉しい。なあ、そんな、さ、別にだってもう俺だけグリーンで普通車とかそんなもんできへんのか。うん、かっこいいですね。名言が出ました。向こうついてから大変やから。そうなんですか。とはいえまで行って配達してやな、はい、でも笑顔が見れると思うとなんか、あ、その人の。そうですそうです。まあ、ちょっと喜ぶやろうからな。嬉しいですよね。ヒョロクさんってなるかもしれない。僕はないですか。いやいや、 YouTube 見てるってやろうか。それ、東ブクロさんの来てくれる。まあ、だからこれでな、森田ファンやった時がちょっと残念やろな。ああ、そうですね。確かに。ちなみにどっちの方が、うん、そのファンが多いとかあるんですかね。いや、その森の方があるやろ、おるやろ。あ、そうなんですか。俺なんてもうアンチしかおらへんから。そうやで。ファンと呼べる人はもう皆無になってきたやろ。そうやで。それってでも本当にそうですよね。なんか、あの、分かんないですけど結構タコですよね。
そのそれはな、なんとかな、はい、当てられてるよ。あそれっていうのも、慣れってこと。長いな。長いですか。いや長いな。いやめちゃめちゃ、ね、食べながらで落ち込むときもやっぱまあ自分の前でねやからな、そこはな。まあでもそうか、そうかそうや、ね、捨てられたの。回ってきあるからな。ちょっとくしゃくしゃになっちゃってます。いやで そんなもん。なんか漏れてませんかちょっと。いやで油浮いとんねんもう。こっからどうしよう。タクシーか。タクシーで行かれる。だいぶもうしんどいな。いやそんなことないですよ。楽しいです。だってやねん。もうずっと文句ばっかりおっしゃってらっしゃるじゃないですか。そうやんけ。とりあえず乗ろうか。はい。カード使えるね。はい。じゃあ行こう。電話する？あ、そっか。もうあと20分ぐらいです。あ、そうですね。先に、うん。あ、もしもし、あの袋デリバリーのあの兵六と申します。と申しますはないね。あ、いつもお世話になっております。いつもお世話になってんの。今ですね、あの店長のあの袋さんとですね、店長ちゃうね、今あの広島行きに着きまして、あと多分20分ほどであの着くと思いますので。そうなんです。お腹を空かして、はい、待っていただけたら。マジで。はい。お待たせしました。ブクデリでございます。いいですか、ちょっと。あのご注文のモスバーガー。わあすごい。お待たせしました。ありがとうございます。5時間半ほどね待って。5時間半全然いいんですが、すいません審査いやいやそれはもう、はい、一応あの2人で往復8万円かかってます。なんか1回目の時の動画見てて、はいはい、でまた次もやるかもねみたいな森田さんが言ってたので。つながるともなくて。つながったらね。あかんって言われます。めっちゃ大好きで。いやいや、本当ですか。今大変なことに。いやいや、いいな。こっちから言うと思わない。でも応援してます。本当ですか。すいません、大したもんじゃない。いやいや、そうです。ありがとうございます。帰ってきたな。帰ってきた。ああめちゃくちゃ遠い。ちょっとでも、遅いな。遅いちゃうねん。遠いねん。違う。新幹線5時間やな。かかって片道。はい、いやでも行って、朝、向こうの始発何時ですか？6時とかでしょ、うん、で帰ってきたらもう朝の午前中の11時には帰れてたわけやんか。もう夜やん、すっかり。首にしたいわ。いや違うのよ。何？せっかくでも広島なんで観光したいです。明日やっぱ広島。いやなんかじゃあ俺がなんかの計画立てたるわって言ってなんかプランを。無事にホテルに着きました。ねもうだって何時よ今12時。そうですね。12時半やん。早寝よ。そうですね。お疲れ様でした。一日まあでももしかしたら氷デリ頼むかもしれんけど。本当ですか。お待ちしてます。氷デリ刺激的な旅になりそうです。おはようございます。2日目の朝です。なんで2日も一緒にかなあかんねん。昨日もなここで、はい、なあの露天風呂あったもんな。はい、いや一緒に入ったもんな。はい、ありがとうございます。いやいやでも今日も一日な直樹と一緒に楽しんでるから。はい、ちょっとやめてください。今日登録で協力してお願いいたします。怖いよな、もうこの風呂入った言うた後に下の名前で呼んだらめっちゃ怖い。そうですね。何もなんか表デリがあったかもな。どこ行った？あの角島に。角島ってどこ？うん、宮島。あ、宮島でした。はい、角島。僕ら出てくる角島って。ちょっとこんな感じや。こういうのから次の企画って生まれるやんか。角島行っとく。
何やねん、そうしますよ。でも東国老さん、なんか帰るときにまた行こうなーって。え、宮島行ったんや。まあ、宮島行って、だからフェリーを。すげえな、お前ら。あ、厳島神社な。宮島は確か。そんで、そこで行って、ほんで厳島神社やな、なんかあの、なんかつくねみたいなの食べたりして。あ、な、食べ歩きできるからな、そこ。あ、でも美味しそうな。美味しいですか。ほんなら、これ厳島でもあの赤いやつみたいです、有名なやつ、言ったら、あのあれ、鳥ってこと。鳥、鳥が何年に1回の大回収。何百年か。そこにぶち当たった。そうそう、はい。怖いわ。へえ、大阪ではないのかもしれない。へえ、基地ぐらいのことってことなんですね。何事も時至らず、気長く時節を待ちてなさざればよろしからず、動くなみたいなことか。なるほどね。何ですか。あー、今日だ。全部ひらがな。全部ひらがな。結局見れずで、水族館行きたい。水族館行きたいです。宮島をな、水族館行って、行ったら行ったで、なかなか怖い言うて、水槽鏡あんのに1メートルぐらいになるよね。近くで見られへんね。全然近づかへんやん。ちょっと怖いです。いやいやいや、じゃあ これがあるから大丈夫よ。そんな、なんもそんな水槽あるやん。ちょっと怖い。なんで怖いね。いや、もっとよりいいな。なあ、S みたいなのやめてください。ちょ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 、何が怖いね、これの。なんか、その水深の話。うん、水深の話。どういうこと。何ぞ、深さ、はい、うん、怖くて。水深が、はい、お風呂が深い時、うん、怖いってですか。温泉が、例えば、うん、お前さ、なんでこいつといた。こいつと2日じゃん、おったやつ。でも、あれです、あの、うん、って言ってますけど、あの、うん、このベルーが立ってくれて。なんて。ベルーが。ベルーが。これの水槽の前で立ち止まりよって。おうおう、なんかベルーガの。えらい共鳴して同じ動きをしたね、これで。このベルーガの。おうおう、いい表現や。同じ動きしてる。スタイルと同じ動きしてるやんか。いや、気に入ったらなるけど、最後もうこれ1000円ぐらいしたやつ買ってあげたよな。喜んでブックにつけて、はい、買わせ方が上手。買わせ方、お前が買ったやん。お前に買わしたわけちゃうやんか。なんか買い、おい、お前首や。お前は首。まあまあ、俺もこいつに愛着湧いてる。え、何愛着湧いてる。何や、お前店長に立てつくから。こいつ首にするぐらいやったら俺首にしてくださいか。何や。そうじゃないけど、うん、もうなんだかんだやっぱりの、うん、可愛いなってきて、どうしようかしら。満月焼きはどちらですか。満月焼きです。はい、すごい。これはお好みで。そうですね、お好みで。え、めっちゃうまいな。なんだかんだこれ食えたから広島っぽいとか。結果的に。まあ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 、じゃあとりあえず、無事に届けてくれたってことね。はい、まあまあ無事な、うん、まあ、喜んではくれましたよ。あ、喜んではくれたか。じゃあまあな、この2人で、うん、今後もなんか、いろいろ体当たり企画にさ、この二人で。まあ、とりあえず駅前でアロママッサージみたいなしてる。まずな。